千と千尋の神隠しっていうのはですね、インタビューの中で宮崎駿は自分の中で、いつか銀河鉄道の夜をやらなきゃいけない。ずっと思いつきで、今回でそれに応えられたと思う。で、テーマは自分が生きてるとき、それは誰かが自分を生かしてくれたからだ。という事実がある。 もうそれをちゃんと言いたいというふうに言ってるんですね。銀河鉄道の夜ではで、ね、主人公ジョパンニーは夏りの夜にですね、丘の上でぼーっとしてるんですよ。で、ジョパンニーはですね、いつの間にか銀河鉄道に乗ってるんですね。で、目の前にですね、なぜか親友のカンパネルラがですね、全身ずぶ濡れで立っています。カンパネルラがですね、肩のところをハンカチで拭うと水玉がいっぱい落ちます。 なんで濡れてるんだろうと思うんですけども。で、ジョパンニが喜んで、カンパネルラ僕たちはずっと一緒だねっていうふうに言っても、なぜかカンパネルラはですね、寂しく笑うだけなんですよね。えー、映画が進行してくるとですね、3人の人物が乗ってきますで。銀河鉄の夜って猫だけしか出てこないんですけども、唯一人間が出てくるのでドキドキするんですけども、弟と姉と家庭教師が出てくるんですよ。で、最初からですね、この弟が靴履いてないので、もう本当にドキッとするんですけども、 で、靴が履いてない、えっ、ー、とです、ね、弟と一緒に姉が入ってきて、弟の頭にですね、水玉がいっぱいついているので、お姉さんが優しくそれを拭いてあげるんですね。この3人は何かっていうとですね、タイタニック号に乗ってた人なんですね。えー、彼らの乗った船はですね、氷山にぶつかって、それはもう大変な事故で、みんな水の中に沈んでしまったと。で、このシーンだけやっぱり人間が登場してるから、見てると本当にドキ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 、わ、なんか、 この雰囲気怖いなって思うんですよ。その自分たちの起きた事故のことをですね、家庭教師がすごい淡々と、本当に優しい声で淡々と喋るんですよね。この子たちの手を引きながら、ボートへと並んでいる子供たちを無理やり追い抜きながら考えました。この家庭教師は自分が、なんだろう、世話している子供たちを助けるために、他に並んでいる人を追い抜いて、いっぱい子供を乗っていた、その、幼い子供たちを押し、かき分けて、前々前、 行こうとして、生き残ろうとして行こうとしてるんですね。で、これは本当にこの子たちの幸せになるんだろうか罪を私一人で受けて、この子たちを何とか生かすのが私の務めなんだろうかそう思いながら並んでいる子供たちを追い抜いて、ボートに近づくと、やっと我が子たちをボートに乗せて泣いている母親、同じようなたくさんの親たちを見ていると、もうそんなことはどうでもよくなって、沈んでいく船の上でしっかり二人を抱きしめました。っていうふうにですね。ものすごいこう、 ゆっくりゆっくり語るシーンがあるんですよ。この家庭教師が語ってる時にこのお姉さんはこの男の子のですね、濡れている髪を拭いてあげて、どっかから見つけた靴を履かせてあげるんですね。家庭教師はですね、でももう大丈夫。南十字まで行けば苦しいことも全部なくなってしまうと言って、南十字の駅で3人は降ります。南十字の駅というのは南十字が地平線のはるか向こうに立っていて、巨大な十字架が、でそれに向かって3霊者がもう無限にこう列をなしてるんですね。 で、猫たちに混じってこの3人の家庭教師、お姉さん、弟もですね、礼拝者のような格好をしてですね、ずっと歩いていく。石炭袋の駅をですね、過ぎた後、カンパネルラは、もう僕は一緒に行けないんだ、というふうにジョパンニーに言います。で、そのままですね、列車の後ろに行って消えてしまうんですね。で、実はカンパネルラは、クラスメートのですね、ザネリというですね、この川に落ちたのを助けて、そのままカンパネルラはですね、溺れて死んでしまうわけです。だから、 カンパネルラも家庭教師たちこの3人もですね体が濡れてたんですね。友達を助けるために、まあ、自分の命を犠牲にしたカンパネルラ。自己犠牲による人のための幸せというやつです。あのそれは宮崎駿がずっとずっと書きたい書かなくてはいけないと思っていたテーマなんです。